影響は時短要請を受けている飲食店にとどまりません緊急事態宣言の1ヶ月延長を受けて福岡市は国や県の支援対象とならない業種などに幅広く市独自で支援します1日6万円の協力金それから国の最大60万円の一時金の対象にならない事業者に支援を行いたいというふうに思います 国は緊急事態宣言の影響で売上が半分以上減少したことを条件に飲食店以外の事業者についても支援の対象となる業種を選定中です福岡市はそこから漏れた業種や事業者に対し法人15万円、個人事業者10万円を上限に支援しますさらに花の生産者や生果店にも支援を広げます バラやガーベラを買い上げて、成花店にアレンジメントしてもらい、小・中・特別支援学校の卒業クラスにプレゼントします。感染対策の強化も含めた支援もあります。飲食店や理美容室、劇場、タクシーなど市民が多く利用する事業者が換気設備などを導入する場合、経費の3分の2を支援します。 また、経済的に厳しい状況にある大学生や短大生には、特別給付金を支援します住民税非課税世帯が対象で、1人に5万円が支給されます。